このお洋服、うまうちゃんのお洋服なんですけども、譲っていただきました。2着譲っていただきました。これね、手作りなんですよ。すごいですよね。こんなの作れるんですもんね。すごいですよね。早速ね、今日はこの服、うまうちゃんに着せてみようと思います。うまうちゃん、どちら選びますかね。同じくらいのワンちゃんが着ていました。そのワンちゃんのために飼い主さんが手作りで作ってあげた大切な大切なお洋服です。そのワンちゃんのために自分の服をリメイクしたお洋服です。そのワンちゃんは飼い主さんの匂いのついた世界に一つしかない宝物のお洋服だったと思います。そのワンちゃんは去年の10月に天国に行ってしまいました。大事に大事に可愛がられていたワンちゃんだったんだなと、このお洋服を見ると伝わります。そんな大切なお洋服をこれからはうまおちゃんが大切に着させてもらおうと思います。